静岡の中心市街地お町を盛り上げる団体アイラブ静岡協議会が今年度の通常総会に合わせて記念講演会を開きました。演台に立ったのは静岡市の中心市街地に来年春開業予定の複合型エンターテインメント施設を建設している静活の江崎和明社長で、プロジェクトオリオンとお町の展望と題して市街地とエンターテインメント業の再活性化を目指す取り組みについて講演しました。江崎社長は地域の皆様が交流してアートとエンターテインメントに触れられる機会を作っていきたいと語りました。